5 2キロ小牧太志、救歳馬とベテランジョッキーのコンビがゲートの中です、スタートしました、まずは先攻争い、横に広がっていますが、内から1番、ベステンダンク、和田竜場押して押していきますが、外から14番、ベルネス、速い、西村篤、あっという間に前に出ました、1番、ベステンダンク、3番、コルテジア、いやいや、ベステンダンク、内から突っ張る、外からは6番のアーデントリー、先端に加わっていきます、各馬、これから1コーナーに殺到。 縦長に広がった隊列1コーナーから1、2コーナー中間にかかります14番、ベルネス前に出て行き切りましたリード1進半、1番、シンハン3番、コルテジアが外から2番手に上がっていった前に行こうとしていった1番のベステンダンクは3番手インコースに引きました外6番のアーデントリー2コーナー周りを終えて向こう上面その後5番のカイザーミノルが5番手 あとは1番、シンハ十10番のシャーレイ・ポピー中段に2番、ミス・ニューヨーク外から15番のファルコニアですあとは16番、レインボー・フラック 1000m 切りました8番、モズ・流れ星中段、後ろインコース4番、ダブル・シャープ間からは9番のワールド・ウィンズがいっていますあとは後方より11番のカテドラル12番、バリアメンテラチ・ソイ7番、スーパー・フェザースタートからの 1000m59 秒913番、カデナ最高峰です3コーナーにかかります 前は14番のベルネス先頭リード1マシン600を切りました2番手は3番コルテジア外から並んでいく6番のアーデントリー差を詰めていって10番シャーレイ・ポピーさあ外から15番ファルコニア動いていって2番手争いいやいや先頭まで接近400を切りました内で14番のベルネス先頭リード1マシンですが外から勢いに乗って15番のファルコニアが上がってくるついていこうとするのは10番のシャーレイ・ポピー直線コースに向いた先頭はボウの3部どころで15番のファルコニア内から盛り返し14番のベルネスベルネスが突き放しにかかるが外から15番ファルコニア馬体を離して 前に行くさらに2番ミス・ニューヨーク、外かの11番カテドラルが襲いかかる、ベルネス、ファルコニア、カテドラル、広がっているが、わずかにベルネスか、ゴールイン、ベルネスです、ベルネス、14番ベルネスです、追い詰めて15番ファルコニア、11番カテドラル、西村敦也、ベルネスしてやったり、時計1分45秒9。